ハウステンボス宮殿、ダニエル・マロによる、ハウステンボス宮殿の庭園デザイン地図、ハウステンボス宮殿、または、ハイステンボス宮殿は、オランダ王室所有の4つの宮殿の一つで、オランダのデンハーグ市内にある。2019年から現オランダ国王、ミレム・アレクサンダー一家が、居所としている。1981年から2014年までは、全女王ベアトリクスが、居所としていた。 旧殿名の意味は森の家 ?1645 年30年戦争の最中、オランダに亡命していたプファルツ選帝公費エリザベス・スチュアートにより建設が始められた。設計者はオランダの建築家、ヤコブ・バン・カンペン。完成後、オランダ総督オラニエ・ナッサウ家の夏の別荘となる。1805年から1807年まではホラン島。 ルイボナパルトの居所となったこともあった。1815年にオランダ王国が成立すると、初代国王ウィレム一世は、ハウステンボス宮殿を皇帝に定め、以後オランダ王室の宮殿となる。第二次世界大戦で、オランダがドイツ軍に占領された際も被災を過労じて免れ、戦後1951年から1956年にかけて修復されて、 再び王室の居所とされた。長崎県佐世保市にオランダやヨーロッパの街並みを再現して作られたテーマパークハウステンボスがある。ここには宮殿外観を忠実に再現したパレスハウステンボスという建物があり、内部は美術館となっている。ちなみにオランダ語のハウステン、ボッシュの発音は日本語では正確に発音を再現することが困難であり。 ハイステンボスとも表記される場合がある。1733年からの改築時に、後期ルネサンス様式の工程の造成が計画されたが、財政事情その他から実現しないままに終わった。ちなみに、ハウステンボスではこの幻の庭園も再現されている。ありがとうございます。